オーストリア軍のゾディアックボートゾディアックボートはゾディアック社のインフレータブルボート複合艇に対する通称、軍や民間で広く使われている。ゾディアックボートは信頼性が高く、救難や沖合に停泊する艦船からの特殊部隊の揚陸や水域に面する敵の軍事拠点などへの破壊工作などの軍用などにも使用される。特に船底を硬質素材とした複合艇は 単純なゴムボートに比して岩礁などでの傷にも強く、荒波に対抗則を発揮するなど、世間一般のゴムボートのイメージとは、かけ離れた高い能力を持つが、その分効果でもある。自然環境下での運用性能の高さから、軍用のみならず海洋学、海洋生物学の野外研究にもしばしば、用いられている。フランスの軍人で、スキューバの発明者であり、 海洋学者としても活躍したジャック・イブ・クストーが調査によく用いていたことから、クストーの制作した海洋ドキュメンタリーフィルムに頻繁に登場する。南極における極地製ペンギンの観察ツアーでは、映像地までの移動によく利用されて、外見と性能の両面で利用客を仰天させることがあるという。また、ゾディアック・ボートは1939年にフランス軍に 軍用ボートとして採用されてから、現在に至るまで世界各国の軍隊、政府機関に利用されているほか、各種レジャーなどに幅広く利用されている。ありがとうございます。